はい、どうもフリッチです。今回もアンティルドーンやっていきたいと思います。さあ、今回バスタオルでのサムですね。これって最初にゲームの、なんて言うんでしょう、動画とか PV 出た時に、出てたシーンっていうか格好じゃないかな。それ今犯人がいるのはもう間違いないのですが、クリス、どうなるんだろうか。ジャッシュ、一体何。さあ、仲間を探すということで、サムのみは何が起きてるかも知らないということですね。風呂に入ってたんでね。合ってんのかな、道。さあ、下に降りる。マイク、エミリー、もうそろそろギブアップなんだけど、本当超面白かった。ははサムがタオル巻いて歩きました。じゃ、これでもう早く終わりにしようよ。いい？満足した？やはり演出がいちいち不気味だな。こっちかな、光ってる。いや、また歩き回んないといけないのか。もういい加減服を返してよ。それとも週末はずっとタオル巻いて過ごせって。じゃあタオルで、いいですね。今回サービス会ですね。ずっと谷間が見れるっていう。これは何かな。何これ、弱魔法にしめさつ用かな、なんていう、用具販売員、精肉店。あ、そういうことか。外は出られないよね。どんだけ空いてないんだよ。まあ、この格好で出たらすぐ死んでしまうような感じだと思うんだが。マジか、結構また探索だな。上じゃないんだよね。下練り歩くか、地下行くかな。私をビビらせようってなら、風船がある。この通り。これヒントなのかな。行っちゃったわけ。ああ、気味悪い。ねえ、ちょっとみんな、私もうたくさんだから、だんまり決め込まれるの嬉しくないし。やあ、サマンサ、確かに頑張って見回しても意味はないぞ、サマンス。お前に見えるのは私が見せたいものだけだ。まだまだたくさん見せるものがある。どうなってるわけ。目を開けるんだ。ああ、嘘。どうだ、実に美しい。お風呂を楽しむことにさ、これから何が起こるのかを知る由もない。幸せなひとときを過ごせるのもこれが最後となるかもしれないな。なんで私にこんなもの見せるの。なぜかって。ジャッシュ、これを見てどう。嘘でしょ、何をしたの。お前に10秒やろう。9、8。やめて。7。誰こいつ、殺人鬼。ベッドの下、ベッドの下。じっとするんだ。蹴る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 。
逃げよう逃げよう逃げよう。冗談でしょ、何なのよ。引っ張る？何を？助かったのか。逃げよ逃げよ、急ごう急ごう。さあ唯一なんか逃げ延びれた感じ。なんだなんだこの視点。さあこんだけ動いてもめくれないバスタオルさんは本当に有能ですよ。隠れたら死んでたんじゃないかな。逃げれるんじゃない、まだ時間はありそう。嘘でしょ。そんなどうかね、面白かっただろう。よくやった。ゲームはうまくいっているようだね。そう、私たちはこれまで君の恐怖の原因を探ってきた。そして君はそれを間違ったことに使った、うん、君が恐れているもの、暗闇の恐怖、何としてでも彼らに苦痛を味わわせたかったがために、その結果がこれだ。嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。殺人鬼がいて、こんなのおかしいよ。助けを呼びに行こう。誰誰なの。やあサマンサ、お探しかね。他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジにはいる。ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。見ろよ、通信塔だ。マット、今の何？死ぬかよ。マット、どうするつもり？どうするつもりなの？どうしよう、落ち着くんだ、まずは。まずは落ち着こう。そんなことないよマット、恐れよ。さあ行こう。草食動物だ、気にする理由はない。斧斧振りましょう。大丈夫大丈夫。いやいや、殺さない殺さない。ほら、リュックに、マルコ、サマラ、平気さ。みんな満月を見に行っただけだよね。さあ、鹿は何もせずに何もせずにで行けたな。
サムも最後の場面隠れれば助かったのかな。ただあれどう見ても2人目みたいな感じ、ね、もし無線で誰かと連絡がついたら救助を要請しましょう。待ってる間はどうする？ロッジに戻ってみんなを集めよう。ああ嫌だ、ロッジは嫌。ここにいるべきだよ。誰かが私たちに接触してくるかもしれないし。まずは無線機を使ってみよう。ここにはまだいないよな、さすがに。ああ眩しすぎるだな。見えないよ、何なのあれ。ただの常夜灯だ。センサーで作動したのかも。さあ暗闇になるためにいきなり光を当てればそれは見えなくなるな。センサーか。ただこの2人はまだ何も起きてないんでもうじき襲われると思うんだけど。斧を置いてきたのは正解なのかな。案外ミスなような気もするが。ねえ、なんで急に風が強くなるわけ。もうすぐ中だ。さあまあとりあえず急いで上に上がっていこう。まずは中を物色していこう。でも電気がなきゃ。電気はこれかな。違う、発煙筒か。フレアガン渡す。いいか。ほら納金。誰か気づいてくれるといいけど、殺人鬼じゃない誰かが。その言い方から察するに殺人鬼が気づいてくるパターンもあり得る。周り見たか。何もないな。あんじゃん、フューズボックス。やった、つけるよ。いいぞ。よし、マットとエミリーに1点。あ、ついた。何の写真、写真？紙？紙だな。この人を探しています。ベス・ワシントン。ベス・ワシントンはアルバー、ユーシュ、ブラックウッド・パインズにある家族所有のスキーロッジから走り去るところ、2014年2月22日午前2時30分頃に目撃されている。特徴は明るいピンクの上着、黒いタイツ、スキーブーツに白いニット帽を着用。身長170センチ、体重49キロ。スクロール。情報は電話番号までと。これか。
もしもし、誰かいますね。そこにいるなら何か言ってください。助けがいるんです。どうぞどうぞ。あ、もう、もしもし。あ、よかったよかった、助けがいるんです。お願い。我々と接触を図っていますか。こちらブラックウッド君のパークレンジャーです。信号がうまくキャッチできてません。ゆっくりはっきり話してください。どうぞ。お願いお願い、助けて。ブラックウッドさんに閉じ込められていて、殺人鬼がいて。聞こえますか。もう一度繰り返してください。あまりうまく聞き取れませんでした。誰か助けて。お願い。もしもし、名前だけでも教えてください。どうぞ。あ、私の名前はエミリー。もしもし。あまりよく聞こえません。繰り返してどうぞ。説明しよう。私たちブラックウッドさんにいて、殺人鬼に追われてて、そいつはすでに友達の一人を殺したの。誰かお願い、助けて。お願いよ。何かがセンサーに引っかかった。鹿かな。聞こえてますよ。今いる場所を離れないでください。天候が回復し次第すぐそちらにヘリを送ります。どうぞ。え、いつになるの。夜明けです。早くてもね。ここで疑ってもしょうがない。疑う。だからまだマイクが好きなんだろ。あいつは考え。マット、違うの。しつこく迫る。奴と一緒にいただろ。いい加減にして、話してただけよ。こんなことしてる場合じゃないって分かってる。強要する。何があったのか言ってみろよ。何もないってば。もう認めろよ。混乱してたのよ。やつとやったのか。お願い、バット許して。ねえ、早くこのバカみたいな塔から下ろしてくれる。お願い。
アントン、もう何とかして。安全な方で行こう。飛び移るぞ。マット、もう考えてるんだよ、安全にたどり着ける方法をね。もういいから早く助けてったら。じゃあ救うか。なんか一緒に落ちそうで怖いんだよな。エミリーは亡くなり一人になってしまったマット。ここに迫るであろう殺人犯。さあ今回はここまでにしたいと思います。ではでは、また次回。